人家家計国は、横浜で唯一、渓谷と呼ばれている谷。片平川の支流にあたる市沢川の渓谷。鎌倉時代に、源の頼朝の御家人である、和田義盛が狩りの陣を張ったのでこの名が付けられたと、される。環状二号線が通るのに伴い、都市公園として整備された。2004年4月、人家家計国公園として公開された。横浜市水道局。 西谷浄水場の周囲に広がるほどが役の住宅街の中にあり、西側の大地上には、県営西原住宅団地や、高段区抜き台団地等の大規模住宅地が密着し、下流にあたる北側には、相鉄本線、国道16号、片平川本流が東西に走っている。林の中では、至るところで、湧き水が湧き、横浜という都市部にもかかわらず、 ある程度綺麗な流れを保っている。ただし、前述の通り上流は、住宅地であるために生活排水も紛れており、冬場など湧き水の少ない時期では、泡が立つこともある。明確な現頭と言い得る地点は知られておらず、周辺の民有地や住宅地からの雨水、横浜市水道局、西谷浄水場から出る雨水等の濾過水、小戸ヶ谷高校有水池からの流入水などを、 水源としており、周辺が住宅地や環状を二号線として開発される以前は地下水からの流出を水源としていたと考えられている。環状二号線の高架道路を人家家渓谷の上を通すために建設された高架橋。形式は p c 中空小番連続ラーメン橋。建設にあたっては渓谷の森を損ねないために上下線を分離して、 森の中への日照を確保し、基礎も深い静へ基礎とした。その結果、上下線の間の空間から、森に元も々ともと生えていた木が、地上からそのまま伸びて、姿を現している。円柱の橋脚は、船底曲線断面の桁と接合され、土木学会デザイン賞2003の受賞時の公表では、優美なコンクリートの造形、柱の造形は巨大な竹を思わせ、 森の自然との違和感がなく、風地公園の構成要素となっていることが評価された。2001年度に土木学会、田中賞、土木学会デザイン賞2003年度を最優秀賞を受賞。ありがとうございます。